そうだね。おニュー。これちょっと。YouTube よ。すごいよ、みっちり。すごいね。すごい植物。あ、すっごい油。っていうか、え？これ油なの？っていうか、ユーカリ？それとユーカリ触ったから。でも私手洗ってきた。これ、この子がすごいんだと思う。すごいっていう意味がわかる。なんかさまざま、なんかプリプリっていくこと、そうじゃないこと、でもなんか終わったらいいね、やっぱり。この動きがいいのか。うん。こういう時間がいいんだよ。なんか集中できる。そう、いいの。いい声優が取れますように。ローズのさ、うん、花びら出会う時にはさ、うん、ローズヒップにさ、なんかラブってこう爪楊枝で花開けたりとか、願い事ちょっとこう入れたりとかして一緒に入れるのね。すごい。それだけでも全然違うわよって言ってた。うん、なんかやっぱ作る人によって全然出来上がりが違うから、本当にいいものを大切に、こういう植物の力を借りてっていういいみたいよ。でもなんかやっぱり黒いとこは入れなくていいですよね。うん、取れるのからもういいと思う。花びらだけでも。あったかい。緑が入ってた。いや、これすごい油。なんかペトペトしません？うん。ちょっともしかしたら、やだ、精油取れちゃうかも。カレンデュラでしょ。なんかキールズでしたっけ、あのメーカーで、このお花の花びらがオイルに入ってるやつとかあるんですよ、うん、オイルの中に、オイル化粧水とか化粧品の中に入ってるんですよ、このまま。このまま、うん、え、じゃあさ、綺麗なの
油、ホホバオイルとかにこれ入れて、多分2週間ぐらい寝かせてもいいかもしれない。そうだね、うん、で多分それを塗ると抗炎症っていうか、うん、青臭いだけだね面白いな。やっぱり観賞用と違うっていうのが、うんうん、そういう意味ではすごいいっぱいできた。いっぱいできました。終わっちゃったからすごいアラジンのつぼみ。あ、余計周りに溢れてます結構たっぷり、うん、ほら、目立ってきちゃうとしなしなし、うんうんうん、傘が減るんだ。そうそうそう、どこだ、ここから水蒸気が来て、ここで冷やされて、ここから出る。すごいじゃん。